では最後に行きましょう。江戸城の無血開城によって大規模な戦乱そのものは回避されましたが、戦わずして降伏することを嫌った旧幕府を中心とする構成派はまだ諦めないと各地で戦闘を続けるわけですね。でこのうち江戸の上野では彰義隊が結成され寛永寺に立てこもって抵抗しました。でこの時に出てきさっきのやつが出てるんです、アームストロング法。ここで幕府は失礼、新政府は長州藩の大村益次郎が明治元年旧暦9月15日に総攻撃を加えました。この時彰義隊は千人の兵力を持っており簡単には決着しないと思われていましたが、アームストロング法の威力によってたった1日で壊滅状となってしまったわけです。恐るべしアームストロング法、それを引っ張ってきたのは肥前藩、こういうつながりです。さて、鳥羽伏見の戦いと同様に最新兵器の能力の高さを思い知らされる戦争となったんですが、敗れた彰義隊の残存勢力は東北地方へなどと忍び、戊辰戦争の戦いはさらに続くことになったんです。そして上野戦争の勝利によって江戸を支配下に置いた新政府は戦いの矛先をいよいよ東北に向けます。東北というのは王列列藩同盟といいまして、江戸幕府を助けるという連盟、江戸幕府を助ける、そういった同盟を結んでいたんですね。でも、その同盟を結んでいた藩の中で、必要に狙われたのが会津藩だったんですよ。なんで会津藩だけがそんな風に狙われたのか、思い出してください。池田屋事件、新選組、鎌栗御恩の変、これ、全部会津藩絡みでしょ。この会津藩に徹底的に痛めつけられたのは長州藩でした。長州藩の政藩、長州藩を中心とする新政府軍はその時の恨みを忘れておらず、逆にこの時とばかりにその恨みを返すとばかり、それを宣言して激しい攻撃を特に会津藩に加えてしまったということなんですよ。しかもこの時錦の御旗を新政府が持っていました。つまり会津藩は朝敵になってしまったんです。会津藩士の松平容保は京都守護職として倒幕派と何度も衝突しました。中でも長州藩は会津藩が預かっていた新選組による池田事件などで多くの藩士を殺されていたから、その恨みは深いものがありました。会津藩は会津若松城にこもって抵抗を続けましたけども、ここでも肥前藩のアームストロング法が威力を発揮して、結局明治元年旧暦9月22日に降伏してしまったんですね。この戦いは会津戦争と呼ばれています。でこの会津戦争なんですけども、有名な平均年齢が16歳もしくは17歳で男子で編成され、ほぼ全員が壮絶な自陣を遂げたという逆固体などの悲劇のエピソードが多く残されていますが、皆さん考えてください。かつては孔明天皇から朝廷への忠節に対するお褒めの言葉を賜った会津藩、この会津藩がいかに時代は変わったとはいえ、戊辰戦争において新政府軍に錦の御旗を突きつけられ、朝敵として戦わなければならなかった、なんという会津藩の運命の巡らせでしょうか。なお会津戦争を経て旧幕府の残存兵力は仙台から江戸地、今の北海道の函館へと移動して、なおも戦いを続けたものの、翌明治2年1869年には降伏し、鳥羽伏見の戦いから約1年半にわたって続けられた戊辰戦争は新政府による国内統治という形で終止を打ちました。ところで皆さん、最後にこの話をします。幕末から戊辰戦争の終結までには多くの尊い命が犠牲になりました。いかに新政府軍、新しい政府の誕生のための犠牲者とはいえ、あまりにも多くの血を流してしまったということに心を痛められた明治天皇は、その御霊を慰めるため明治2年6月に東京昇魂社というのを作ります。そしてこの東京昇魂社はその後明治12年に名前が変わり、国難に際して祖国に準じた尊い英霊をお祭りする神社として現在に至っていますが、じゃあその現在の名前は何というかというと、
は今の靖国神社のことなんですね。幕末にはいろんな歴史がありました。その歴史の一つ一つ私たちは思い出しながら、また多くの人間が戦って散っていきましたけど、その犠牲者に私たちは感謝するとともに、今後の我が国の平和と繁栄、これをもたらすための精一杯の努力をしなければいけないのではないでしょうか。以上をもちまして、大阪なにわ経営者リサミ会平成25年2月の例会を終了させていただきます。最後までご清聴どうもありがとうございました。